タッキーが中国進出を加速させる。中国進出を加速するタッキーと所属アーティストの挑戦。今年はナンバーアンダーライン愛が中国に行くのか。世界をまたにかけるトベの旧成長滝沢秀明氏42歳が率いるタレント事務所トベ東部は、ここ1年ほど海外展開に本腰を入れています。 所属アーティストを次々と世界の大きなフェスティバルに送り込んでいるのです。先月は看板グループのナンバーアンダーラインアイがアメリカ最大のコーチェラフェスに出演。先週末には7人組アイドルグループの IMP が中国四川省で開催されたジェングドゥストロベリーミュージックフェスティバルに出演しました。 戸部の勢いはとどまるところを知りません。そして先日、滝沢氏自らが中国のウェイボ、中国版 SNS の運営会社を訪れ、ファンを大いに沸かせた。元ジャニーズ事務所の重役であった滝沢氏が、なぜこれほど積極的に海外展開に乗り出したのか。その背景にはどのような戦略が隠れているのだろうか。 中国ファンを大切にしているメッセージ。まず注目されるのは、滝沢氏が自身のウェーボ、中国版 SNS を更新し、中国のウェーボ運営会社を訪れたことだ。ジャニーズ時代は表に出ることを好まず、メディアにも姿を見せることがほとんどなかった滝沢氏が、 わざわざ中国のプラットフォームを通じて自身の姿を公開したことは大きな意味を持つと言える。そんな中、戸部代表の滝沢氏自らが中国の SNS ウェイボに自身の姿を投稿したことが話題になっています。これは珍しいことです。日頃は表舞台に立たずメディアにもほとんど姿を見せない滝沢氏。 にもかかわらず、中国のファンに向けて自身の近況を報告したのです。実は、滝沢氏は以前から中国国内でも人気があるそうです。24日現在、中国版 SNS のレッドには、ファンが撮影したと見られる滝沢氏や IMP、メンバーの写真や動画が次々と投稿され、拡散しています。 フェス会場で撮影された動画には、サングラスをかけた滝沢氏がファンから、タッキーと声をかけられ、にこやかに手を振る姿が収められていて、中国ファンの人気の高さが伺えます。そもそも、戸部の海外進出の背景にはどのような狙いがあるのでしょうか。元ジャニーズ事務所の重役を務めていた滝沢氏は、 海外ビジネスに詳しい実業家から手ほどきを受けているそうです。そして、所属タレントを次々と世界の大舞台に送り込むことで、グローバルな知名度を高めていくのが狙いなのかもしれません。特に、中国市場への進出は重要なポイントのようです。中国版 SNS での露出を増やし、中国ファンとのつながりを深めていく。 そして、中国の音楽フェスへの出演を重ねることで、中国での認知度アップにつなげていくのが滝沢氏の戦略なのかもしれません。今後、戸部の海外展開はさらに加速していくと見られています。所属タレントのグローバルな活躍にも注目が集まりそうです。滝沢氏の手腕に期待が高まっています。関係者によると、 これは中国ファンを大切にしているメッセージだと指摘されている。中国ファンの存在は以前から知られていたが、今回の動きは中国市場への本格的な参入を示唆しているのかもしれない。実際、戸部の所属アーティストである IMP は先月、中国四川省で開催された中国最大級の音楽フェス。 ジェング・デュ・ストロベリー・ミュージック・フェスティバルに出演しており、滝沢氏自身も現地入りしていた。また、ナンバー・アンダーライン・アイもコーチェラ・フェスティバルに出演するなど、トベのアーティストたちは積極的に海外のステージに立っている。ジャニーズ時代からの縁。こうしたトベの海外戦略の背景には、 滝沢氏の持つ人脈と経験が大きく関わっていると考えられる。滝沢氏は2018年にジャニーズ事務所を退社し、昨年戸部を設立した。ジャニーズ時代は裏方に徹していたが、同時に海外ビジネスについても精通していたことが伺える。ある関係者によると、滝沢氏は、 海外ビジネスに精通する旧知の実業家から海外ビジネスを成功させるノウハウをレクチャーされているという。つまり、ジャニーズ時代から培った人脈を活かし、海外展開のノウハウを獲得しているのではないだろうか。また、トベの所属アーティストの多くがジャニーズ事務所出身であることも、海外展開を加速する要因となっているようだ。 ジャニーズ出身のアーティストには、すでに海外ファンが一定数存在しており、これを基盤として活動の場を拡大しているのだ。新しいキャリアステージ。戸べの会心劇は、滝沢氏がジャニーズの裏方として培った経験と人脈を存分に活かした結果と言えるだろう。ジャニーズ事務所を退社した後、 一貫して表に出ることを避けてきた滝沢氏が、わざわざ中国の SNS で自身の姿を公開したのは大きな意味を持つ。ジャニーズ時代の経験を活かしつつ、新たな挑戦を続けるタッキーの姿は、やめじゃにの代表的存在として注目を集め続けている。これからの飛べの動きにも大いに期待が高まるところだ。 これからも、タッキーの戦略的な海外展開に注目が集まるだろう。彼がジャニーズ事務所を退社して以来、取り組んできたトベの挑戦は、より一層の広がりを見せていくことだろう。ジャニーズ時代の経験と新たな挑戦心を両立させる、まさに新しいキャリアステージの到来なのかもしれない。最後に、こんな疑問が浮かびます。 戸部は単なるタレント事務所の枠を超えてグローバル企業を目指しているのでしょうかそれともあくまでも国内外のファンを持つタレントの活躍の場を広げることが目的なのでしょうか滝沢市の次なる戦略にぜひ注目していきたいと思います。